というわけでこんばんは。今夜も学園ハンサムのお時間です。というわけでですね、今夜も張り切ってハンサムっていきたいんですけども、ねえ、いや、というわけでですね、今夜もご覧いただいてありがとうございます。ねえ、今夜も見てくれた君、愛していますよ。マジで本当に心から、たくさんの動画やね、たくさんの動画アップしてる方の中からですね、見つけてくださったのも、とても嬉しいことなんですけれども、いつもご覧いただけているっていうのもですね、本当に嬉しいことでして、なんかもういいかなみたいなね、感じでこう、ねえ、今もういろんなコンテンツありますから、ねえ、私もね、こうすぐ飽きられたりしてるんじゃないかなと思うんですけれども、その中でですね、いつも本当にご覧いただいてありがとうございます。そんな感じでね、いつもご覧になってくれてる君は、今日も頑張っていましたね。あなたの頑張り、私は知っていますよ。ねえ、勉強に部活、お仕事、見てる方によってはですね、家事や育児だったりするかもしれないんですけども、本当にね、毎日頑張っていらっしゃいますよね、奥様。こう、元気なお子さんがね、こう、部屋をすぐ散らかしてしまったりとかね。で、旦那さんはこう帰ってくればすぐこう、ご飯は？お酒は？みたいなね。ねえ、感じもあるかもしれないですけども、ねえ、今日も頑張っていらっしゃいましたね。あとですね、私のこの動画をご覧いただいて、今日もフフッとなっていただければ幸いです。さあ、というわけで早速コンティニューハンサムしていきましょう。というわけでですね、前回までのあらすじ。夏休みが終わりました。おやすみ。10月、秋、そばにいるよ。こんなことは言われないっすね。いやー、しかしなんだろうね、もちろんね、私と同じくね、こう、まあこの夏も特にこうイベントとかなしで行くのかなみたいなね、感じで過ごしていらっしゃる方もね、ご覧になってると思うんですけども、いやー、こう頑張っていこうぜ。まあね、ロマンチック的なものはこう、まあないんだろうなと思いつつもね、まあ何もないっていうことはですね、悪いこともないっていうことなんでね、それはそれでこう考えようによってはね、いいことだと思いますんでねえ、まあでも何があるんじゃねえと思ってね。ねえ、ドリーム持っていきましょう。もう10月か。今月も頑張るぞ。ねえ、これ撮っての7月なんですけどもね。ねえ、7月も頭という感じで。ねえ、そろそろ夏祭りがね。ねえ、この動画シリーズはちょっと前がね、夏祭りイベントだったんですけども。ねえ、現実世界にはそろそろ夏祭りあるんじゃね的なね、のになってきましたけれども。ねえ、夏祭り行きますか。ねえ、ぜひね、お楽しみになっていただければなと思うんですけども。お兄ちゃん、まさか今月もどなたかのお誕生日なのかい。あ、ゆう、どうしたんだ。どうしたじゃないよ、今月は西園寺先生の誕生日だよ。マジで？西園寺先生か。おい、何気ないマンボが西園寺先生を傷つけた。で、あと美術部の顧問の先生でしたね。やばっ、こう芸術的な何かをあげた方がいいのかな。誕生日プレゼントをあげれば二人の距離はぐっと縮まるよ。またとないビッグチャンス、プレゼント買いに行こうよ。このセリフだけは毎回同じな気がする。そうなんだ、どうしよう。プレゼントを買いに行く。まあ担任の先生にプレゼント買ったことないな。というわけで街に来てみました。よくよくもうちょっと見てみようかな。水葉銀行、なんとか山海上保険、全店売り尽くし制、マネーの、なんていうのこれ、2畳オークス。西園寺先生のプレゼントか。何がいいんだろう。いや、しかし私もこう西園寺みたいなかっこいい名字がよかったら、橘とか一条とかね。ねえ、そんな名字の方がね、こうご覧だったらもう激羨ましい。ね、ぜひ向こうに入れていただきたい。そうすれば私もね、一条さんだったりね、橘さんだったり西園寺だったりするわけじゃないですか。絵の具セット、花束、炭酸水。ちょっと待って、まだ結構普通じゃない。でも絵の具は結構持ってそうですしね。花束か。なんか結構花束もらうと嬉しいっていう方ね、いらっしゃいますよね。ねえ、どうなのかな。私、花束ってあんまり送ったことないですけども。炭酸水か。炭酸水って一時期流行りましたよね。でも最近なんかこう、ね、落ち着いてスタンダードになってますけど。花束行ってみますか。
花束にしよう。西園寺先生もきっと喜んでくれるはず。こりゃ素敵な誕生日になるぞ。せや、私誕生日特に物もらったことないな。でこれを見てる君からの誕生日プレゼントね、ぜひお待ちしております。プレゼントもらったらもう毎日が誕生日ですよ。おやすみ。相変わらずなんかバイクのあの音みたいだな。先生。お、あーじゃないか。どうしたんだ。こんな声の出し方だったかな。西園寺先生ってこんな感じの声の出し方だったかな。なんかこう音声取った時期が違うとこなのかな。先生、今日誕生日っしょよね。これプレゼントっす。白いバラ。儚き美しき花束だな。サンキュー。いや、西園寺先生ってマジこんな声だったかな。もっとこうね、ゴールデンボンバーのキャン・ユタカさんみたいな声だった気がするんですけど。よし、早速部室に飾りに行くか。あ、あ、あ、先生足が滑。おっと、これはちょっと胸ドキ体験な予感しますよ。やべえ、こけちゃった。やべえ、こけちゃった。ドジダン先生も美しい。やべえ、こけちゃった。おやすみ。いや、しかしこの部屋ブラインドなんすね。ブラインドっていうのかな、これ。ブラインドじゃないな。これなんて言うんだろう。いやー、こういうのってちょっと、ねえ、なんか、おー、なんかシティライクじゃないっていう感じしますけどもね。お兄ちゃん。またやってきたな、ユウ。ユウは服装変わんないね。パーカーは好きなのかな。あ、ユウどうしたんだ。お兄ちゃん、秋はデートの季節だよ。初耳だよ。誰かをデートに誘ってみたら。はぁ、これ鏡くんっすね。二人っきりのデートでぐっと縮まる距離。これはもうデートする気ないよね。早速誰かを誘うといいよ。頑張。言うだけ言っていなくなった。デートか。確かにいいかもな。誰を誘うかな。いや、秋のデートか。秋のデートこそ動物園とか行きたいな。いや、これをご覧の君は動物園って最近いつ行きましたか。私は去年、一昨年かなにね、動物園に行ったんですけども、だいぶね、動物たちに癒されましたよ。なかなかいいなとね、思ったんですけどもね。しかもですね、動物園って、大体こう、ね、私立とか、県立、国立だったりするので、なんで入場料がすごくお買い得なのもあるんですけども、特にね、年パスがすごくね、お買い得なんですよ。ね、年で1000円とかですからね。ね、こいつはいいやと思ったんですけども、私ん家の近所に動物園ないんですよ。ちょっとね、遠くに行かないとね、動物園がなくて、いやー、近所にあったら年パス買って毎日来んのにな、みたいなね、感じだったんですけども、まあ、毎日は無理だけど、こう、毎週ぐらいだったらね、ねーと思ったんですけどもね、うちの近所に動物園がある方、羨ましいな。逆にね、水族館とかあんま行ったことないっすね。やっぱ鏡くんだね。よし、鏡くんを誘おう。あらららららさん、どうしたのですか。だから僕の名前を、ドーナツ好きそうな金髪の子と一緒にいる高校生みたいな名前で呼ぶな。ねえ、僕の名前はリヴァイです。鏡くん、頼みたいことがあるんだ。ねえねえ、いいだろ。今度の日曜日、一緒に街で遊ばない？街で遊ばない？街で遊ばない系？ちょうどその日は空いておりました。いいでしょう。鏡くんってこんな通販番組の人みたいな喋り方してないかな。ほだ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 、山越さん。じゃあ10時にセクシー駅前。そんな名前にこう地元商店街が改名されるってなったら、地元商店街の方々がすげえ反対しそう。楽しみだな。今日は鏡くんとデートの日だ。何が起こるか楽しみだな。ほだ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 。あ、かがみくん。いや、どんな格好してんのかな。またファック T シャツかな。パーカーオフス、さあ、行きましょうか。どこに連れて行ってくれるのですか。だから、こんな喋り方じゃなかったじゃん。なんだろう。もしかして月ごとにこう、みんな喋り方変わってるとかじゃないよね。ちょっと見直してみないとわかんないな。てか、緑のパーカーっすか。なに、チョロマス、チョロマスなの。噂のデートスポット、海浜公園だ。いやー、海浜公園か。縁がねえな。水面、浮きすさぶ潮風。
なかなかポエミーな場所ですね。だからこんな喋り方じゃなかったじゃん。うん、ここに来てよかったね。ちょっとベンチにでも座ろうか。いやー、豪華客船ってそういうの見たことないな。鏡くん、ずっと海を見つめてる。何を考えてるのかな。優雅な景色とアラララララくんのコントラスト、とってもポエミーですね。だから僕の名前はアララギじゃない。違う、わざとだ。え、そうかな。思えばアラララララくんには出会った時からポエミーな雰囲気を感じていました。出会った時ってどうだったっけ。なんかうんこのキーホルダー拾ったぐらいしか覚えてないな。平凡な見た目だが、何者にも溶け込める無限の可能性を感じる。したたかにも儚くもなれる。そんな君を見ているとイマジネーションを刺激されて、ポエムの執筆も進む進む。そんなポエム書く人だったっけ。この世には私の知らないいろんな感動が待っているのだと思わせてくれます。なんでこんな演劇っぽい喋り方してるんだろう。そっか、帰ったら海をテーマにポエムを執筆しようと思います。今日はこんな場所に連れてきてくれてありがとう。ポエミーすぎて何を言ってるのかわからないが、鏡くんの穏やかな一面を見れて少し距離が縮まった気がする。今日はなかなかエンジョイできました。ではまた。エンジョイ。うん、またね。さあ明日からまた学校だ。おやすみ。ちょっと待って、夏休みだったらまだ。んなことないよね。今日も頑張るぞ。いや、こんな目覚めの仕方したことないな。お、校長、久しぶり。おはようございます。転校してきてそろそろ半年になる。もうお目当てのメンツは決まったか。いや、だからなんでこう突然早見翔さんっぽい喋り方になったんだろう。それぞれの趣味や性格もつかめてきた頃だろう。この辺でターゲットを絞って接近していかないと、せっかくのチャンスを逃しちまうかもだぜ。いや、マジか。もうそろそろルート決めないとヤバくねみたいなこと。もう鏡君一本だぜ。恋は焦らずとも言うが、千載一遇のチャンスを狙い撃つ。それがラブウォーだ。健闘を祈ってるぜ。じゃあまたな。ちょっと待って、なんか各キャラの皆さんこういろんな声色の出し方を試してるのかな。何このトイレ。校長先生、あんなこと言ってたけど一体どうすればいいんだろう。チャンスだとか接近だとか、そんな経験のない僕にうまくできるのかな。よっしゃよう、今色も形も申し分ないパーフェクトなうんこが出たぜ。久々にうんこの話出たな。いや、今世紀最高だ。いやー、なんか三菱先輩だけ喋り方変わんないからなんかこう安心するな。先輩、なんでこんなところでうんこしてるんですか。3年生のいる会にもトイレはあるんじゃ。ああ、いいうんこが出たら真っ先にお前に知らせたいと思ったな。いらねえその報告。じゃあ後で写メで送るから楽しみにしてるよな。またな。いや、その写メいらない。なんか、なんだろう、友人とか知り合いからそんなこう写メがね、メールとか LINE さんでね送られてきたらもう絶句だよね。良いうんこが出たら真っ先に僕に知らせたい。一体なぜ。本当だよ。特別な存在という言葉が頭をよぎった。このときめき、一体なんだろう。うんこでときめかないけど。放課後か。校長室に行く。ああ、そうっすね、そうっすね。セーブしに行かなきゃ。さあ、今回もいい時間取っておりますので、ね、今回のセーブで一旦終了しましょう。よう、どこに来るのに、何か用か。いや、ここの喋り方だけ、初期から変わらないので、さっきまでこう聞いていた二郎ちゃんの早見翔さん風のボイスからはだいぶ違いますよね。いや、今回割とこう平和でしたね。平和でしたね。ねえ、こう誕生日のこのね、プレゼントの選択肢も平和だったしね、鏡君とのデートも平和でしたし、みつるみさんがこれはちゃんと学園アンサムなんだよってね、思い出させてくれた、そんな回でしたね。そんな回でしたね。そう、というわけでですね、今回もここまでご覧いただいてありがとうございます。本当にね、いつもご覧いただいてありがとうございます。本当ね、このなんだろう、チャンネルとかやってたり動画アップしたりとかしてもね、いや本当にね、
いや本当にっすね、ねチャンネルをこう運営というかねしてきたりとかね動画アップしてきているとねこうたくさんの出会いとかから一期一会がねあるわけなんですけども、ねそんな中こういつもご覧いただいて本当にありがとうございます。いや本当にね最近こうなんだろう人様のお気持ちってのはすごく移り変わるもんだなと、ね、思ってるわけなんですけども、これをご覧の君ともね末永くお付き合いできるといいなと思いますけどもね。さあ、というわけでですね、あとですね、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。いうお友達も誘って、コメントやチャンネル登録してみたらいいじゃない。ねえ、というですね。ねぜひですね、チャンネル登録等していただいてですね、他にも楽しい動画が盛りだくさんありますので、ねそちらでもお楽しみいただければなと思います。そしてですね、コメント等もぜひ、よかったらしてみてくださいね。ぜひコメントをしていただいて、私と交流しないかい？こんな感じでですね、私はまた次の動画、いやさ、次の夜にお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。